あの高校生みたいなことを久々にしたんでしょ。そうなんですよ、あのこの年で、今いくつですか、ちなみに。今23です。4の年ですね、はいはいはい、4の年 で、はい、で新たにピアスを開けました。はい、はい、なんか意外やね。 今ちなみに今までは何個あったの。今まではね、俺左にね、うん、まあ最大3つ開けてて、うん、で2つはもう完全にわからんぐらいに閉じてる、うんうんうん、で1つだけ残してて、1個だけ残ってて、で、まあ、なんで左って男っていうイメージ、うん、左1個だけは男、そう、なんか男のイメージで昔はあったよな、そういう言い伝え、そう、右だけやったら女性で、うん、みたいな、なんかそういうのあってんけど、うん、もう今ってそういうのないやん、特にだから高校の時かな、俺が開けたのは、うんうん、その時は別にあのその時はめちゃくちゃそういうの気にして左しか開けてなかったんけど、もう最近ちょっとなんかね、このピアスのバリエーションを増やしたいなと思って、でも両方やってる人多いしね、でも関係なく、そう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 、結構多いから、まあ意味的にも大丈夫なんかなと思って、でまあちょっと鼻が腫れたんで、僕あの鼻の内側にニキビみたいなのができて、うん、ちょっと皮膚科行ったんで、ちょっと待ってください、もう情報量が多すぎて今もうリスナーさんもそうですけど処理するのにすごい大変なんで、いや、まあ、まず皮膚科に行ったんです。はいはい、まあそれは鼻のね出来物で行ったんですけども、痛いやつで、その時に、うん、まあ、ちょっと開けたかったんで、うん、ちょっと久しぶりに開けるの怖いやん、自分でさ、あピアスをね、ピアスさ、うん、で開けるのさ、あのちょっとキツめたやつな、そう、ちょっとビビってしっかり皮膚科で開けてもらいました。